札幌市内でカラスや哺乳類が高病原性鳥インフルエンザに感染したことを受け、丸山動物園では施設の一部を閉鎖しています。家族連れでにぎわう札幌の丸山動物園、今月5日から鶏やアヒルと触れ合える子ども動物園、桃色インコがいるカンガルー館など主に鳥類がいる施設を閉鎖しています。鳥見に来たんですけど、やっぱりいなくてちょっとびっくりしました。屋外で見るワシやフクロウはカラーコーンを設置して通常より距離を空けて観覧します。高病原性鳥インフルエンザをめぐっては札幌市内でカラスへの感染が相次ぐほか、キタキツネ、タヌキと哺乳類への感染も確認されています。観覧制限は大型連休明けまでの予定で、動物園では靴の裏の消毒も徹底するよう協力を呼びかけています。